い、こんにちは、ケンチくんです。今日は、あなたの不調の原因と、タイトルに、書いてありますけれども、あなたの不調の原因は、首こりかもしれませんよ、というような動画を撮っていきたいなと思っております。正直、このあなたの不調の原因って、まあ、言い切れることはとてもじゃないけど、できなくて、ちょっとこれは課題、誇大広告というか、ちょっと嘘をはらんでるんですけれども、どうしてもですね、これは伝えたいなと思って、動画を撮らせてもらってます。ちょっと今までですね、自分もずーっと、体調不良というか、悩まされてきたんですね。例えば、慢性疲労、もうずーっと疲れてるとか、頭が働かない、もうなんか頭がずーっと燃え上がってて、なんか言葉が、口から出てこないみたいな、そんな状態だったり、もうなんだかだるい、もうずーっとだるかったり、眼性疲労、ドライアイ、もう目が痛くてしょうがないとか、目が乾いてしょうがないとか、そういったような、もう全身的な、不調に悩まされてきたんですけれども、それでもう本当にいろんなことを、やってきました。いろんな病院に行ったり、ストレス対策をしたり、姿勢を直そうと思って整体だとか鍼灸整骨院に行ったり、本当にいろんなことをやってきて、で根本的にはなんか解決してないなーっていうことを思っていた時に、まあ、ひょんなことからこの首こりというものの知識を知って、それを試して本当に劇的に、効果が、出たんですね。なんかテレビショッピングみたいなちょっと何ですか大げさなことを言ってるというふうに思われるかもしれないんですけれども、本当に今までいろんなやった対策、いろんな健康対策やってきましたけれども、その中で一番、成果が、出た、ことなので、ぜひとも同じような方にお伝えしたいなと思って、今日は、お話をしていきたいなと思っております。これはですね、表紙には、首こりや万病のもとという、松井高吉さんの本を表紙に、画像を上げさせてもらったんですけれども、今日お話しするのはですね、4冊を元にして、そして自分が試して、これはやりやすくて効果があるよっていうことについてお話を、していきたいなと思っております。まあ、参考にした本はですね、1冊目、首こりは万病のもと、2冊目、体の不調は首こりから治すが正しい。3冊目、首を整えると脳が体を治し出す。4冊目、あなたの首の痛み、肩こりはストレートネックが原因です。という4冊を参考に、させて、いただいております。なんで気になった方はですね、ぜひともこの本を、直接、読んで、自分のこの動画では語らないようなことも書いてありますんで、ぜひとも手に取って、読んでいただきたいなというところですね。で、この中でどれがおすすめなのかって、まあ、一冊を挙げるとすると、個人的には丸4番、あなたの首の痛み、肩こりはストレートネックが原因ですを一冊目に選ばれたら、まあバランスが良いというか読みやすいんではないかなと、思ったところですね。ではこの本をちょっと読むとかそういうことではなくて、もうでは具体的な、話に入っていきたいなと思います。まずどうして首なのかということですけれども、首はまず非常に大切な器官なんですよということですね。いろんなものが通っていると、例えば神経の束である脊髄だとか、血管、脳に血を送る、ような、血管ですとか器官、空気を送るってことですね。まあ口だとか鼻だとかで息を吸い込んで、それをまあ全身に酸素を回す、まあ器官があるわけですよね。また、栄養を体全体に与えるための食道もありますし、甲状腺、これはまあ自律神経に、多大な影響を与える部分だそうなんですけれども、そんな風に、この細い中に非常に大切な器官が集まっている。っていう、まあそもそも、構造というか、何ですかね、人体にとって重要なものが集まっている、部分ですよということですね。なんだけれども、そこを今、現代人はいじめるような生活をしてしまっている人が非常に多いと。まあ、その原因として挙げられるのは、例えば、パソコンだとか、スマホだとかを、まあ、見る人が増えたと。それで、まあ、例えば、まあ、パソコン作業をするときなんかは、やっぱり前傾姿勢で作業をするような体勢に、まあ、意識をしてしまうとなってしまうと思うんですよね。
ね、まあ、首がちょっと前に倒れたような状況になってしまうと、頭がちょっとうつむいたような姿勢になりがちだということですね。例えば、ま、電車だとか街なんかでも、スマホをなんかすごい覗き込むように、うつむくような体勢で見てる人っていうのが、まあ、街に出てもたくさん目にしますけれども、そういったような姿勢を続けていくと、首に負担がかかって、それで、体全身の不調の原因になってしまいますよということと、実際のところそれが本当に首に疲労が溜まって、まあ、首に爆弾を抱えてしまっているような状況になってしまっている人がたくさんいますよと、いうことで、まあ、今多くの人がですねこの警鐘を鳴らしている、ということでこれだけ多くの本が出版されている、ということなんですけれども、自分は正直ここの1ヶ月前ぐらいまではこれについて全然知らなかったんで、まあ、まだまだ周知が足りないところがあるのかなと思って、この情報をですね少しでも広げる手助けになればなと思って、具体的な対策をお話しできたらなと思っております。実行しやすい具体的な対策として4点挙げさせてもらいます。まず一つ目ですけれども、15分ごとに首を緩めるということですね。具体的にどうするのかというと、まあまず首を回すってことですね。15分に1回ぐらい首を回すと。まあ、別にこれ15分ごとじゃなくて1時間に1回でも、1日に3回でも、1日に1回でも、やらないよりはやった方がずーっといいと思います。ですけれども、この15分ごととか30分ごととか、そんな風にこまめにやっていくと、やっぱり効果が高いということが、この本、これらの本の中にも書かれてましたし、自分自身も試してみて、本当にそうだなと思わされた、ところです。まあ、首を回して、あと、首と頭の付け根のところを、まあ、揉みほぐしたり、したりするのが、結構、まあ、有効かなと、私は試している中で感じたところです。で、続きまして二つ目ですけれども、毎日ラジオ体操をするということですね。あれ、首じゃなかったのっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、やっぱり首っていうのは、まあ、独立した、ものじゃない、わけじゃないですか。背中の、上についてて、やっぱり体全身は繋がっているということで、やっぱり全身を、ストレッチするというか、可動域を、ちょっと動かす、体操するっていうことが、大切ですよと、いうことが書かれてましたし、これは自分自身も、感じたところですね。で、ラジオ体操は3分ぐらいでできて、それで全身の、運動がすることができる。特にまあ背中だとか、腰だとか、そういったところっていうのはちょっと、後ろ側ですね。体の前側じゃなくて、後ろ側っていうのは、ちょっと意識して動かしていかないと、まあ、どんどん、動かしにくくなってしまう、ということもあると思いますんで、1日1回ラジオ体操をする、ということを、習慣化することを、個人的にはお勧めいたします。といっても、なかなか毎日習慣化することって難しいと、思うんですよね。自分も結構習慣化するのが苦手だったりするんですけれども、なんで自分は、起きたらやると。あと、夜寝る前、お風呂から出たらやるという風に決めて、毎日、2回はやるようにしています。こんな風に、いつやるっていう風なことを、決めてしまうっていうのは、結構、いい方法なんではないかなと、個人的には思っております。で、続きまして3点目ですけれども、本やスマホ、PC は正面に置くということですね。うつむいて見ないってことですね。本を読むときなんかは、顔を下に向けて読むんではなくて、顔の正面まで本を上げて、それで、読むと。スマホなんかも、顔の正面に、上げてですね、それで見ると。また PC も、できる限りデスクトップパソコンを使うと。ノートパソコンを使う場合には、まあ、高さを調整するようなものが今は、まあ、売られてたりしますんで、とにかくまあ、目線ぐらいの高さまで上げると。うつむいた姿勢で、見ないようにするっていうことが大切ですよと。いうことが、これは、この4冊の本で、ほとんどの本で書かれていたと、思います。また、まあ、パソコン作業、仕事でパソコンを使われる方なんかは、本当に長時間、その姿勢、同じ姿勢を、維持することになると思いますんで、これは本当に非常に大切だなと、思ったところです。で、続きまして、4点目ですけれども、これは低い枕に変えるということですね。自分ももともと高い枕が好きで、ずっと高い枕を、使っていたんですけれども、枕が高いと、それだけ頭が前に出た状態で寝ることになるわけですよね。まあ、毎日6時間から8時間とか多くの時間を寝て過ごすかと思うんですけれども、その長時間高
高い枕で、寝てしまうと、ずっと首が前に出た状態で固定化されてしまうと、それってまずいですよねと。この首のことを考えると低い枕の方がいいですよと。むしろできることなら、枕なんてないのが理想ですよと、いうような、ことが書かれていました。でこれでストレートネック枕なんかで例えばまあ Amazon とかで検索をすると、このストレートネックだとか首こりに、対策を意識したような枕がたくさん、売られてるんで、ぜひとも、試されてみてはいかがでしょうか。ちなみに自分も最近ですね、ちょっとこの情報を知ってから低い枕を、買いましたんで、こちらの方も、ちょっと自分の使って、これはおすすめできるよっていうような、枕がありますんで、そちらの方も概要欄にリンクを貼っておきますんで、チェックをされてみてはいかがでしょうか。ちなみにこの枕ですけれども、中身の、綿というかですね、枕に入っているものを、自分の好みの量に調整できるようになってまして、自分は相当その、綿を抜きました。そうすることによって、自分好みの、枕に、調整することができるという点で非常に、お勧めできる枕なのかなと、思っております。ちょっとですね、前準備がなさすぎて、ちょっと話が、ひげたくすすぎて、ちょっと伝わったのかっていうのが、ちょっといまいち、心もとないところではあるんですけれども、とにかく私はですね、この情報を知ることによって、もう人生が変わったと言っても過言ではないなと、本当に思っております。ですので、皆さんもですね、今、なんかよくわかんないけど体調が悪いんだよねとか、疲れやすいんだよねとか、頭が働かないんだよねとか、子供の時はこんな疲れてなかったのになとか思われてる方がいらっしゃったら、ぜひとも試して、一度試していただきたい。例えば、まあ、YouTube とか、ネットとかで検索すると、多分、まだちょっと自分も見てないんで、要ははっきりしたことは言えないんですけれども、体操とか、首こり対策の体操とか、そういうことをやられてる方が多分いらっしゃると思うんですよね。そういったことを検索されて、ぜひとも、これから、首に、まあ、意識した、ことをされてみては、いかがでしょうか。はい、今日のお話は、以上になります。今日ご紹介した本だとか、枕ですね、こちらの方は概要欄にリンクを貼っておきますんで、より詳しい情報が知りたい方は、こちらの方をチェックされてみてはいかがでしょうか。これの動画が、誰か一人にでも伝わったら本当に嬉しいなと思っております。今日のお話は以上です。それじゃあまたね。